国内交通料金収受システムとは、オランダの地域交通のための料金収受システムである。2018年現在、非接触 IC カードを用いた OV チップカールトが全国的に広く用いられている。この OV は、交通機関を意味するオパンバー・バーボアの省略である。2011年までは、紙の回数券であるストリッペンカールトも存在していた。このシステムは、 ほとんどすべてのトラム及びバス路線に導入されている。オランダ鉄道では OV チップコアートのみが一部の路線で限定的に導入されている。また、私鉄線の一部でもこのシステムが導入されている。カード読み取り機2009年に既存の紙チケットに代わるべく導入され始めた非接触 IC カードである。この IC カードは2005年にロッテルダムから導入が開始され、 その後徐々に導入範囲を広げ、2006年にはすべてのメトロに導入された。当初の予定では2008年には国内すべてのトラムやバスにも導入され、2009年にはカードも全国で購入できるようになるはずであった。OV チップカードには3種類の形式がある。使い切りカードは電子マネー機能を持たず、普通運賃支払いのためのチャージしかできない。 無記名式カードは電子マネー機能を持ち各種割引チケットサービスを格納することができるがオートチャージは利用できない記名式カードはカード表面に顔写真が印刷されデータとしてユーザーの生年月日を格納しているまた一定金額以下になれば利用者の銀行口座からの引き落としでオートチャージを行うことができたり インターネットで利用実績を確認できるサービスも利用できる。なお、老人、小2割引きは、記名式カードでしか利用できない。OV チップコアートの利用は、乗車時と降車時にカードを読み取り機にかざす必要がある。さらに、メトロ駅には改札機が設置されており、ストリッペンカールトなどの紙チケットが完全に廃止された段階で、改札口を通らないと、 駅構内に入れない仕組みになる予定である。記名式と無記名式の料金システムは、ストリッペンカールトで採用されているゾーン制ではなく、基本料金と距離加算料金の合計金額を支払うシステムである。例えば、2008年の基本料金は0.7ユーロで、距離加算料金は、アムステルダム市営交通会社では0.1ユーロ、キロメートル。 ロッテルダム電鉄では0.11ユーロ、キロメートルである。記名式、無記名式オーブイチプコアート本体価格は、アムステルダム市営交通会社では7.5ユーロであり、有効期限は5年である。このカードは、フィリップスのミフェア方式の IC カードをベースとしており、日本で広く普及しているソニーのファリサ方式の IC カードとは互換性がない。 ストリッペンカールとストリッペンカールトとは、いわゆる回数券のことである。乗車時に、運転手または、車掌からスタンプを押してもらうか、駅もしくは車内に設置されている、チケットキャンセラーで乗客自らがスタンプを押して、チケットを有効化する。何区画の回数券を使用するかは、乗客が利用する予定のゾーン数に維持を足したものになる。具体的な例として、 右側に示したストリッペンカールトを見てほしい。この乗客は5回交通機関を利用している。1回目は1ゾーンの乗車、2から5回目は2ゾーンの乗車である。1回の乗車の最大有効時間は、何区画の回数券を使用したかによって決まる。例えば、2から4区画を使用した場合、有効時間は1時間である。ストリッペンカールトは、2、3、8、 15、45区画のものが販売されていた。高齢者、小2割以用は15区画のものしか発売されていなかった。8区画のストリッペンカールとは、デンハーグ、ユトレヒト、ロッテルダムにて1日乗車券として利用できる。1日乗車券として利用する場合は、縦向きにスタンプを押さなければならない。なお、アムステルダム市営交通会社では独自の1日。 乗車券を発行しているため、この方法は用いられていない。ストリップ・ペン・カールトの購入は、駅構内やバス停付近の売店をはじめ、観光案内所や、市営交通会社のサービス窓口などで購入可能であった。トラムやバスの車内では、2、3、8区画のものしか販売されていなかった。なお、二0 1年十一月三日に、ストリップ・ペン・カールトは廃止され、 OV チップコア,アートに一本化された。ありがとうございます。